ショウガラゴは、哺乳綱霊長目ガラゴ科、ショウガラゴ属に分類される、霊長類。ショウガラゴ属の模式種。セネガルからスーダン、エチオピア、ケニア、タンザニアにかけて、模式標本の産地は、セネガル。アカシアの多い粗林をはじめ、深い森林や川辺林など様々なタイプの植生環境に適応している。枝の間を俊敏に飛び回り、素早く走り回る。夜に良い視界を確保するための大きな目、強い後足、バランスを保つ長い尾を備える。昆虫などの小動物、果実、樹脂などを餌とする雑食性。メディアを再生する、ショウガラゴ生まれたばかりの頃は、目が半開きで自由に動くことができない。2から3日後、母親は子を口で運び、食事の間は近くの枝に置いておく。セイメスは縄張りを持つが、自分のことは共有する。オスは成熟すると母親の縄張りから去るが、メスは残り、近縁のメスたちと、その未成熟の子供で構成された社会的グループを作る。若いオスはメスたちの群と重なり合った一匹ずつの縄張りを持ち、一匹の成魚はその場所のすべてのメスと交尾する。そのような縄張りを持てなかったオスたちはしばしば小さな独身同士のグループを作る。鳴き声と通り道への尿によるマーキングでコミュニケーションし合う。夜の終わりには、群の一員が特別な掛け声を出し、歯でできた巣や枝の集まりや木のほらで眠るために集まる。以下の亜種の分類は、グローブスに従う。分布が非常に広く生息数も多いと考えられていることから、2019年の時点では、種として絶滅の恐れは低いと考えられている。一方で、農地開発などが原因の生息地の破壊による影響が懸念されている。1977年に、霊長目単位で、ワシントン条約付属下記2に掲載されている。ありがとうございます。